こんにちは。フリースピリッツです、はい。今日はですね、こちらのシスクードフードルのワンタッチコインケース、こちらをご紹介していきます。はい、これは実際にね、今個人的に使わせていただいているお気に入りアイテムの一つですね。はい、シスクードフードルというブランドについてはちょっと別の動画でもご紹介しているので、ここではちょっと割愛させていただきます。はい、でこのブランドさんのコンセプトとしては、こうジビエ革を使ったものを出しておりまして、人間の都合でいただいた命を無駄にしないというところからですね、こういう他のアイテムで使った熊革の葉革というものをこうパッチワークでどん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 繋いでいって、また新しく生み出したアイテム、それがこのコインケースになりますね。なるほど。なんでそのブランドさんが大事にしている思いを体現したコインケースでもあるかなと思っております。で現にですね、この辺とかももともと開いてた生体傷の一種なんですけれども、しっかりこう穴が開いちゃってたりとか、あとこういうちょっと跡がついていたりとかっていうのもあったりしますね。これちょっとね、金具が変わった形をしてるんですけれども、はい、よいしょ、こんな感じでこことここをギュッと押すことで、ここの留め具が外れてパカッと開くようになっております。はい、今ですねコインケースなんですが、もうザクッとよく使うようなアクセサリーを入れておりました。小銭じゃないって多分みんななったと思うんですちょっとご説明が漏れており、申し訳ありません。ちょっと普段使ってる分としては、出勤前にね、ちょっとこう、電車の中でアクセサリーをペペってつけるっていう感じになってますね。アクセサリー入れてもそんなに見た感じ膨らみがないですね。そうなんですよ。革のある程度の硬さっていうのもありますし、あんまりこう変にボコッとしないような形になっておりますね。ただまだ使い出してそんなに日にちが経ってなくて1ヶ月使ったぐらいなので、また使っていた時にこの革がどう柔らかくなってくるのかっていうところもちょっとまだ楽しみなところではあります。はい、何気にお気に入りなのがこの金具ももちろんこうエイジングしていくっていうところも好きなんですけど、シスクードフードルのロゴがここの金具の裏側に入ってるんですね。すっごい細かいところなんですけど、見えますか？多分見えてます。ありがとうございます、はい、これがすごくこうおしゃれというか粋だなという感じがしますね。オリジナルで作ってるけど、それをこう表にあまり出さないっていうところもお気に入りポイントの一つです。はい、はい、でこちらの革なんですが、熊革と先ほどお伝えしておりまして、で特にこのグレーの革っていうのが、鉄焙煎刷毛塗りというものを、使用しているそうで、鉄焙煎液と呼ばれるこう鉄から抽出される液、これを、タンニンなめしの革に塗ると、その化学反応、タンニンとの化学反応でこう黒っぽくなるそうなんですが、その化学反応を利用して、こういう色に染めているというものになってます。なかなかこう炭っぽいというかね、風合いを感じさせるレザーとなっております。こちらの他にですね、このワンタッチコインケースで使用されている革が2種類ございまして、ちょっとなんか画像をポンポンと出しますね。はい、こちらのコインケースですが、お色展開が3色ございます。墨染めとワックスの加工があるワインレッド、そして動画でご紹介している鉄焙煎液刷毛塗りとなります。どちらの革もエイジングが楽しめる革となっております。渋さを感じさせるというか、ちょっとこうユニークな色使いになっておりますので、こうシスクードフードルならではのこう世界観とか唯一無二の雰囲気っていうのを感じさせるようなお色展開となっております。はい、ちょっとどうしてもこう個体差がかなり激しいもの、かつお品数も少ないので、店舗限定のお品物となっております。はい、大阪店にいくつかと神戸店にいくつかございますので、気になる方はぜひ店舗にお越しいただいて、ご自身の目で実物をご覧いただいて、ちょっとこう気になる子を見つけていただければなと思います。だって同じ柄ないですもんね。そうなんですよ、パッチワークでつないでるので、このつなぎ目も全然違いますし、こういう感じの色ムラだったり、こう生体傷っていうのも本当に唯一無二のものになるので、ちょっとお気に入りの1個っていうのはこう触ってみて確かめていただければなと思います。では、最後までご視聴いただきありがとうございました。